みんな見て見て見て、ほら新しい NBOX カスタム、いやマイナーチェンジしましたね。今日はね、いろいろ見ていきますので、私ねこういった車をよく紹介しております。特に、ね、ホンダをよく紹介しますので、皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ NBOX カスタムです。こっちがね、マイナーチェンジモデルになるんですね。早速外装の方見ていきましょう。マイナーチェンジしたホンダ NBOX カスタムということで、なんかねグリルのあたりが変わってますよね。ほら、ちなみにねこちらのカスタムグレードは L になります。新デザインとしてはこのフロントグリルですね。ほらちょっと幅が広くなったような感じがしますよね。でフロントバンパーもデザインが変わってます。よりねローワイドに見えるような感じになりましたね。こちらマイナーチェンジ前です。こちらは、EX ターボになりますね。フロントグリルがねやっぱりほらちょっとこう斜めってますよね。この開口面積がマイナーチェンジ前はちょっと狭いという感じですね。フロントバンパーも若干ですがデザインが違いますよね。なんかちゃうでしょ。あ、見つけた。ほらこれナンバープレートの位置ちゃうぞ。ほら左寄り、ほらこっちセンター、あれ、あ、これどうでしょうか。ほらちょっと左に寄ってる方がちょっとやんちゃな感じもするかな。こうやって見比べてもほとんどわからないんですが、やっぱりシルバーの加色がちょっとだいぶ、イメージ的には増えたかなという感じもします。下のバンパーはやっぱ四角くなってかっこよくなったなという印象もありますね。ちょっとライトつけてみました。シーケンシャルウィンカーがクールでかっこいいですよね。ほとんどねやっぱヘッドライトはほぼ一緒ですよね。このグリルのデザインが変わったんで、それにラインがつながるようなデザインに変わってますよね。わかりますかね、この微妙なさ。マイナーチェンジ前はねこう下にちょっとクイッとねなってるんですよね。この辺のパネルのデザインがちょっと違います。あー、そっか、だいぶあれなんですね。この辺がハニカムのパネルだったんですね。デザイン的に新しいのはこうすごいね横のフィンといいますか横のラインとしてデザインされてますよね。後ろから見たらこんな感じです。いや、ほぼ一緒ですよね。これも間違い直ししてるのかなという感じすら、なってきました。これね、よく見るとね、ほら、下のバンパーの下のところ、シルバーの、加色が追加されてますよね。ここだけ変わりました。で、あ、そうそう、あとね、これセンサー、ここと、ここに、ほら、4つね、全部であるんですよ。前のモデルは、両サイドに2個しかなかったんですね。ほら、下ないでしょ。今回のね、マイナーチェンジで、後方パーキングセンサーが、さらに追加されたという感じですね。もう一回ちょっと前に見に行ってみましょう。今回のね、NBOX ね、新色も、カラー設定が増えました。なんかね、やたらおしゃれな、スタイリッシュなコーディネートスタイルバージョンも増えました。いや、これいいよね。165の 55R15、15インチを履いております。これもちょっとデザイン変わったんかな。さっきのね、コーディネートスタイルとか、アルミホイルね、黒いのがあってめっちゃかっこよかったですよね。これ前のカスタムね。前のカスタムはこんなアルミホイルだったんですね。ではね、内装の方を見ていきましょう。これ内装変わったんですかね、どっかね。はい、ではお邪魔しますと。おお、内装の方はねこんな感じです。いやー、やっぱ NBOX カスタムええわ。本当にね、やっぱ乗り込んだ瞬間ね、これ普通車かなと思うぐらいのクオリティですよね。全然ね、やっぱ安っぽさを感じないですよね。で、ちょっと気になる
この電子パーキングシステムっていうのが今回採用されなかったっていうのがちょっと一つだけ残念なところではあるんですが、フットブレーキ型ですよね。なのでこのホンダセンシングのね ACC が渋滞追従機能はまだ備わってないということなんですよね。バックのパーキングセンサーも増えたので結構ねやっぱ先進的にさらになったなという感じはします。今回ねこのパネルが結構黒くなってよりねなんか引き締まったような感じに見えますね。ほらなんか真っ黒のピアノ塗装といいますかツヤツヤしてますよね。あちょっと前のどんなんやったかな。はい前の Nbox カスタム A はあれ結構ちょっと違うな。そうかこっちはグレードは EX なので多少その差があるんかな。っていうかこの前のほらパネルもかっこええよ。選べるんかなひょっとして。まあナビがついたね完成度はこんな感じなんですけど、まあ内装としてはね本当に一緒だと思います。いや一緒じゃないかな。ここもなんか色変わったって言ってたな。これはほらなんかカッパー色というかゴールドっぽいね感じなんですけど、ほらこっちはねシートのこのセンターのラインこれが黒というかガンメタというかねそんなデザインになってますね。色目が黒くなってすごいよりスポーティーでシックになってますね。うん、これはこれで大人っぽくていいよな。ではマイナーチェンジ後の Nbox カスタム電源オン。ピー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 言うわ。接近今駐車場でギリギリに止めてるんで、これねちょっと結構センサー敏感なんかな。あそうそうこれ値段ねじゃーん200万超えました。Lターボは消費税込みで200万200円でしたね。この200円切ってほしいな。ちなみに燃費の方は WLTC モードで 20.2kg/L と、いやいいですよね優れてますよね。ハイブリッドでもないのにこの燃費。そっかこれ結構いろんなところにね収納ありますよね。いやこういうところも結構広いわ。でこれがいいよね、後席スライドドアがこの運転席で操作できるっていうのがいいですよね。ちょっと開けてみましょう。はいではお邪魔します。あれこんなんついてたかな。このシートバックテーブルが今回のマイナーチェンジでついたということですね。前の Nbox カスタムついてなかったんかな。そっかないな。あーそっかこういうフックとかこうなんかねポケットがついてる程度ですね。そっかそっかこんなんやったな。なるほどここのフックがなくなったんやな。でポケットになってテーブルがついたと。ちなみに、耐荷重は、2キロですね。コンビニフック1キロって書いてるけど、そっか、ここになくなった分、これが一応フックなんですね。両サイドついてます。これ、2個穴いるって感じやけど、こっち平らにしていっぱい物置きたかったけどな。こうね、結構ほら、結構ガッチリしてる。これは使い勝手いいわ。いや、いいよね。Nbox って、こう、肘置きもちゃんとついてるし、いやー広々していいよな。ちなみにこのタイプは、ベンチシートですね。ここがねほらフラットになってるでしょ。ただこれ助手席の方がちょっと狭いのかな。運転席の方は広々してますね。そっかこのタイプはこの後ろで操作できないんですね。こちらはスーパースライドシートになってます。ほらこうねベンチにはなってないんですよね。あ、でも肘置きはこう二つ出るんだな。あ、こうやって運転席に行こうと思えば行けるけど、ちょっと足ギリギリって感じ。行けんことないか。これスーパースライドシートは、この後部座席からこう倒したりとかね、これをスライドしたりできるんですよ。ほら、結構ね、ほら大きめのドアノブみたいなのがついてます。後部座席からこのシートを前にして、ものすごい広い、ものすごい、えぐいぐらい広いぞ。こんなことができます。いや、こうなると、もう軽というかもうミニバンのような感じ。すごいよね、Nbox。あ、そっか、こうしたら、すんなり前に行けるわ。ほら。いろいろ開けてみよう。
や、これ後ろの扉めっちゃでかくてええわ。今ちょっとね、若干雨が降り始めてきたんですけど、ほらこんな感じでもう屋根になりますよね。雨宿りできます。ほら立ったらこんな感じ。いや普通にね、あのスーパーの買い物とかは十分置けそうな感じです。マイナーチェンジ前のカスタムはこの茶色だったんですね。ちょっと茶色っぽいんですよね。まあ、これはこれでいいな。ではシートを倒してみましょう。見てよこれ、本当に車中泊できそう。ちなみに後ろにコンセントとかはなさそう。ないですね。あ、ドリンクホルダーこんなとこにあったんや。いや広いわこれ、なんか商売できそう。これね、跳ね上げシートになってます。そうなるとかなりのスペースですよね。本当にね、背の高い植木とか入れられちゃいます。はい、いかがでしたかね。いやー、やっぱね、 NBOX カスタムいいですよね。ホンダでね、やっぱ NBOX って一番売れてる車なんですよね。3年連続売り上げナンバーワンということでね、やっぱやっぱみんなからね求められてる機能が満載だなと思いました。こちらの車は全国のホンダカーズで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでマイナーチェンジした NBOX カスタムでした。じゃあね、もう一周。